今日もゾメステーション始まるよ。ペテレレレテレレレレテレレレテレレレデンゾメステーション。はい、始まりました。この動画はですね、僕個人的な意見で各出演者さんのアーティストさんをですね、紹介していくという、動画となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。今回ご紹介するのが田中瑞穂ちゃんのあかりというわけでね、いやーい、というわけでね、田中瑞穂ちゃんはね、こう本当にみんなの太陽でね、いつももう明るくて、もう笑うとね、こうね、肩がね、こう左右にブルブルブルってね、動く、ちょっとね、気持ち悪い女の子、気持ち悪い、おかしいな、癖がある、可愛い女の子なんですけどもね。でね、そんな瑞穂ちゃんの、明かりをね、少し紹介させていただければなと。この曲はね、瑞穂ちゃんが誰かの明かりになればいいなという思いで、作られた曲だと言っておりまして、本当にね、聞く人だったり、まあタイミングもそうですけど、によってはもう寂しく聞こえて、こう心がギューってなったりする思いになったりとか、本当にね、逆にこう励ましてもらえてるような、感覚になるような、もう本当に不思議な歌だなと思いますね。まあね、ちょっととりあえずちょっと聞いてもらおうかな。田中瑞穂ちゃんの明かりです。どうぞ。閉めっぱなしのカーテン、隙間から差し込む日差し、飲み干されたままのグラス、脱ぎ捨てられた T シャツ、ラジオから電波がじいじい、時計の針がチクタクチク、蛇口から水がぽちゃん、生きてる。というわけでね、ちょっと前半だけですけども聴いていただきました。どうでしたか皆さん、いい曲でしょう、好きでしょう、わかるよ気持ちはね、あとね、特にね、個人的に好きな歌詞、好きなかっていうか、ちょっと気になった歌詞がですね、息を吸って吐くそれさえも君には辛いんだねっていうところね、あそこさ、すごくない、わかる、わかるよ、いやすごいなと思うんだよね。こう歌詞なかなか書けないなっ
って思うんですよ。まあ、僕書いたことないんですけど、こうね、なんとなくそういう辛い状況の人っていうのはこういるっていうのはこうなんとなくなんですけど、分かってたつもりなんですけど、やっぱこう実際にそれを歌詞に起こしてっていうか、その言うことっていうのがなかなかできないですよね、こうなと思うんですよ。すごい、だからそこら辺がすごいなと思って、本当この一文でね、僕はもうこうハッとさせられましたね。もうびっくりしました。この子はもう本当にいろんな体験をしたのか、そういう人がまあ身近にいて、いろんな話を聞いてそういう歌詞になったのか、もういろんなことが想像しちゃうしちゃうね。もう本当にまあね、今言った、僕の気になった歌詞はですね、皆さんに聞いていただいた前半部分には、申し訳ないですけど入ってないんですよ。で、この後まあその後半に入ってくる歌詞なんですけどね、もしよかったらというか、ぜひね、フルバージョン、下の概要欄にペコッとペコペタペタだなにペタッと貼っておりますので、そちらに、飛んでもらって、ぜひね歌詞に注目しながら、注目しすぎず、ゆるっと聞いていただけたら嬉しいなと思います。本当にね、この曲は本当誰かの明かりになるような曲になるなと、曲だなと思いました。じゃあね、また、違うアーティストさんの紹介の時に、またゾメステーションやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録とかねしてもらえたら嬉しいなーなんつってね思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。以上ゾメステーションでした。